河合克行君、河合君。はい、自由民主党の河合克行です。衆議院自民党のしんがりとして、私は野田内閣の閣僚の資質と総理の任命責任について質問をいたします。新内閣成立後、おそらく国会で松下政経塾出身の国会議員が総理に質問するのは私が初めてではないかと思います。今日は後ろから自民党所属の塾出身の議員が私の質問の応援に来てくれてるんですけれども、頑張りなさいということを言ってくれということですから、総理頑張ってください。ただそれとこの今日の質問とはまた別物でありますので、はっきりと明確なご答弁を期待いたします。今月21日に開かれた日米首脳会談において総理は、日米同盟は日本外交の基軸との信念は改めて揺るぎないものとなった、安保経済文化人的交流の三本柱で同盟を進化発展させていきたいと、日米同盟を深める筆頭分野に安全保障を挙げました。またその後の会見で総理は、米軍再編についての政府の考えが理解されるように全力で説明をすると言明をいたしました。ここで野田総理に確認をいたします。米軍再編への理解を得るように全力を挙げるのは、総理大臣だけではなく全閣僚が努力をするということですね。野田佳彦内閣総理大臣。河合さんのご指摘のとおり、私はもちろんでございますが、政権全体として、この問題が解決できるように、沖縄の皆様にご理解いただけるように全力を尽くしていきたいというふうに思います。委員長。河合君。それでは総理、あなたが日米首脳会談で推進を約束した在日米軍の再編は、全体のパッケージとして沖縄だけでなく当然岩国基地関連のものも含まれますね。野田佳彦内閣総理大臣。普天間問題を含む在日米軍再編の問題について言及をいたしましたので、全体パッケージだということでございます。委員長。河合君。ところがあなたが任命した閣僚の中に、大臣に就任した後、岩国の米軍再編には反対だ、反対の気持ちは変わらないと公言をした人がいることをご存知ですか。総理に聞いた。野田佳彦内閣総理大臣。今のご発言、いつの時点のご発言でしょうか。委員長。河合君。大臣に就任した後の発言、岩国の米軍再編には反対だ、反対の気持ちは変わらないと地元の会見で言った大臣があなたの任命者の中にいる、そのことをご存知かどうか。野田佳彦君。知りませんでした。委員長。河合君。平岡秀夫法務大臣、今月17日地元岩国市と山口市での会見で、米軍再編に伴う神奈川県厚木基地から岩国基地への空母艦載機移転問題について、政治家個人としては米軍家族住宅を作ることを含め反対の気持ちは変わらないと述べたと報じられました。いいですか。総理自身が日米首脳会談で普天間飛行場移設を含む米軍再編については引き続き日米合意に従い協力して進めていきたいと言ったにもかかわらず、その内閣の閣僚が就任直後のお国入りにあたっての会見で反対の気持ちは変わらないと言い切った。しかも河合さん、恐縮ですが、その大臣の発言は 何か新聞ですか。新聞の引用です。出典をちょっと、新聞の引用でございます。出典明らかに複数の新聞からの引用です、はい、しかも、いやいや、何新聞でいつのだっていうのを言ってる。しかも岩国の再編には沖縄県民の負担軽減である普天間飛行場からの空中給油機の移注が含まれてるんですよ。この平岡発言を聞いた岩国市民、沖縄県民、また合衆国政府は、野田内閣が本気で名実ともに米軍再編を推し進めると信じることができるんでしょうか。平岡大臣、発言したことを認めますね。平岡法務大臣。ちょっと日にちだけ言ってね、新聞名と後で。18日です。後で、お答えいたします。今、河合委員がですねおっしゃられたように、あくまでもその部分はですね、政治家個人としての気持ちを発言したものでございます。その後に、
その後に私としてはですね、今なすべきことは空母艦載機の岩国移住によって影響を受ける住民の皆さんの声をできる限り政府に届けることであると考えて行動しているというふうに申し上げております。それについて、この野田内閣でも米軍再編問題についてはこれからもいろいろな局面があろうかというふうに思いますけれども、私としては、閣議あるいは閣僚会議メンバーの一員となる場合にはですね、そういう基地周辺問題を含めてしっかりと議論をしていきたい、そういうことで地元住民の皆さんの声をしっかりと政府に届けるということであってですね、その閣議あるいは閣僚会議等の議論の結果として得られた結論には基本的には従っていくというふうに考えているところでございます。委員長、だからその発言をしたということを認めるかどうかを聞いてんです。大臣、あなたはいいですか、24時間365日1分1秒の隙間もなく野田内閣の法務大臣なんですよ。個人的な発言とかそんな言い訳は通じない。地元でポロッとついつい本音が出たんでしょう。野田総理があなたがオバマ大統領と約束をした在日米軍の再編を着実に進める表明と基地を抱える閣僚が地元でポロッと言ったことが違うじゃないですか。これで沖縄の人々は野田総理あなたの言葉を信じることができるんでしょうか。あなたとなら仕事が一緒にできると言ったとされるオバマ大統領はあなたの言葉を信じることができるんでしょうか。総理のお答えいただきたい。野田佳彦内閣総理大臣。我が政権としてオバマ大統領に私がお話ししたことは全員で共有をしなければいけない、またしているというふうに思います。日米合意にのっとって対応していきたいというふうに思います。でその上で今のご説明を聞く範囲においてはもちろん閣僚でありますけれども地元の皆様の声を政府の中に届けるというところに一番の本意があったというふうに思います。そこは私は閣僚としてはきちっと対話を守っていただいた上で地元の声はきちっと届けている政治家の役割もあるだろうというふうに思います。委員長、しからば法務大臣に質問いたします。あなたが地元から届けようとした声は1、米軍再編に協力しながら騒音被害などの安全安心対策や地域振興を充実する考えなのか、2、米軍再編そのものに反対する考えなのか、どちらを政権に届けようとしてんですか。お答えください。矢岡法務大臣。質問にだけ答えるよ。お答えいたします。地元住民の皆さんの中にはですね、米軍再編、この空母艦載機の移住について反対をしているという声もあることも事実であります。またそれ以外にもですね、今の状況の中でできる限り地元負担を軽減する形でいろいろと声を伝えてほしいという声もあることは事実です。そのすべての声を伝えていきたい、そのように思います。委員長、あなたが閣僚として臨んだ最初の地元での会見ですよ。あなたの本音がポロッと出たとしか解釈しようがない。しかもあなたはこれまで米軍再編に関する地元での発言、いろんなことをおっしゃってきている。紹介いたします。2006年11月25日沖縄タイムスの記事。当時あなたは民主党次の内閣の法務大臣だった。米軍再編は自衛隊と米軍の一体化を目論んでおり、本来日本が進むべき方向ではない。岩国基地への艦載機受け入れは本当に必要なのか検証しなければならないとあなたは述べた。次に総選挙の直前、2009年6月14日毎日新聞地方版、艦載機移転反対派200人の集会で平岡衆院議員は、今の政府、これは自公政権です、今の政府は住民の声を聞かずに一方的に再編を押し付けてきた、日本で政権交代があれば艦載機移転を再検証できると講演した。そして政権交代後の2010年2月1日付朝日新聞、移転反対派住民ら100人の前であなたが経緯を説明したところ、なぜ岩国の再編計画は見直されないのかと不満が噴出。平岡議員は力不足だったと陳謝しつつ、まだ最終決着ではないと反対運動の継続を促した。これに対し住民からは、米軍再編問題は岩国も沖縄も状況は同じ、
とか、政権交代にワクワクしたが今は騙された気分といった批判が続出した。平岡議員はそれに答え、そこから政治主導の再検証が始まると述べた。あなたの本質は反対論者じゃないですか。ここで平岡大臣に確認したい。あなたが住民の前で約束した政治主導の見直しは今一体どうなってんですか。お答えください。平岡法務大臣。お答えいたします。会員もご案内のとおりですね、一昨年の総選挙におきましては民主党はそのマニフェストの中で米軍の再編については見直しの方向で臨むというふうに示しておりました。私もその方針に従って、空母艦載機の岩国移駐については相手方があること、これは相手というのは米国ですけれども、相手方があることなので見直しができるかどうかは分からないが、米軍再編の検証は行いたいというふうに申し上げました。そして政権交代後、直ちに私は当時の外務大臣、防衛大臣、国土交通大臣宛てに26項目にわたる要確認事項の文書を示して検証を求める行動を起こしました。これについては防衛省が中心となって文書による回答をいただいたことはありますけれども、それでも地元の皆さん方にとってみればなかなか納得がいかないということでございましたので、昨年の2月には当時の北沢防衛大臣にも岩国に来ていただきまして、市民との意見交換もしていただいたという経緯がございます。そういう経緯を通じてですね、我々私としては行動してきたのであって、その部分的に取り上げてですね、あの時にこう言ったから今もだというような決めつけをされるのは、それは私はおかしいというふうに思います。現在のところはですね、先ほど会員が冒頭に申し上げた通り、私の政治家個人としての気持ちはこうだけれども、今私がなすべきことは地元の皆さんの声をしっかりと政府に伝えることである。このことを申し上げ、そして、閣議あるいは閣僚会議においてこの議論がされるときには、その声をしっかりと伝える中で皆さんで合意されたもとに従って行動していくということも申し上げているところでございます。それでは平岡さん、明確にお尋ねします。あなたは日米合意に基づく米軍再編には賛成なのか反対なのか、まず沖縄県民の負担を軽減する普天間飛行場からの空中給油機 KC-130-12機の移駐を岩国に進めることに賛成ですか、反対ですか。平岡法務大臣。閣僚として答えろ。閣僚として KC-130 についてはですね、これは米軍再編以前から決まっていた話でありまして、それについて私は反対したことはございません。その後の空母艦載機の移住の問題について、河合もご存知でしょう。あの時にですね、当時の自民党政権が、岩国市に対して、当時建設中であった岩国市庁舎の補助金45億円をですね、無理やりにカットするという、そういう暴挙に出たのは、一体どちらの政権だったんでしょうか。そういう経緯をちゃんと考えて、平岡さん、いただきたいと思います。平岡君。何を話してんだ。答弁をもう一度、答弁をもう一度やり直してください。あなた、はい、ちょっと、大臣ですから、内閣で決まって、総理の方針が決まっていることをきちっと守るのか、あなたは議論すると言ってますが、議論をすることではないのかもしれない。今度考えて答えてください。はい、はい、退席してください。はい、はい。はい、平岡法務大臣、僕の言う通りにやってください。はい、委員長の指示に従ってください。質問された以外の部分については撤回をいたしますが、私は先ほども申し上げましたように KC-130 については米軍再編以前から行われている話であり、それに反対した経緯は全くございません。はい、海軍。はい、じゃあ続いて今質問もしないのに言いかけられた厚木基地からの空母艦載機59機の移駐を進めるのには賛成ですか、反対ですか。お答えください。平岡法務大臣。私としては賛成とは申し上げませんけれども、閣議で決まったことについては従っていく所存でございます。海軍。委員長、ちょっとね、まずね、これ閣内不統一ですよ。
総理自ら日米首脳会談に行って、首脳会談に行ってちゃんとやってくると推進したことを、基地を抱える地元閣僚がこういうふうなことを言ってる、これはちょっと答弁整理してください。これ以上質問できません。官房長官と答えて、担当先生。はい、藤村官房長官。こんなバカなんてある。反省できないと。まず今はっきり明言されたことは、閣議で決まったことに従うということでありました。河合君、言い直してください。質問者、河合君。委員長、総理ね、ずっと議論聞いててお分かりの通り考え方が違うんですよ。平岡さんはずっと過去もそうだし今もそうだし、関西域には賛成できないと言い切ったんですよ、この予算委員会の答弁で。こんな大臣は即刻罷免をしていただきたいと思う。いかがでしょうか。野田佳彦内閣総理大臣。個別の政策についてみんなが金太郎飴のように一つの意見を持っているところは限りません。いろんな立場があります。ただ閣議で政権で決めたことには従うと、そういう政権であるべきだというふうに思いますし、法務大臣もそういう立場だと思います。もう一度言います。法務大臣は関西域移転問題に賛成できないと言ったんですよ。もう一度はっきりと言っていただきたい。賛成できないと言ったとは私は聞いておりませんでしたが、もう一度平岡君から答弁させます。はい、平岡君からもう一度答弁させます。いや、言ってない、言ったんだよ。賛成することができないと言った。できないけれども、賛成できないって言ったら、賛成。はい、平岡君。はい。いや、空母艦載機の問題については、私としては、賛成しておりませんけれども、閣議で議論して決まった結果には、基本的に従っていく所存でございます。はい、君。委員長、民主党政権に代わって日米関係が悪化した原因の一つは閣僚間の不統一ですよ。総理、閣内不一致、同じ失敗をまた野田内閣でも繰り返そうとしているのか。私は米軍再編推進という内閣の方針に賛成、心底賛成できない閣僚は即刻罷免すべきだというふうに考えます。これまでなんでこんなことを言うかというと、あなたたちはね、一言なんだ、米軍再編について。すべてこれまで自民党の閣僚や議員が米軍再編の実現のためにどれだけの苦労をしてきたか。中には今あなたたちと同じ院内会派を組んでいらっしゃるけれども、沖縄の負担軽減のため米海兵隊の実弾射撃訓練を自分の選挙区の自衛隊演習場に持ってきてた前代議士もいらっしゃる。政権を担うとは決してきらびやかなことじゃない。国民のために汗をかいて国家のために進んで泥をかぶる法務大臣である前に、平岡大臣は国務大臣として認証されたはずです。あなたに求められているのは、私は賛成じゃないとか反対じゃないんだと言うんじゃなくて、反対派の集会に自ら行ってこれが野田内閣の方針だから米軍再編にぜひ協力してほしいと反対派住民を説得するところにあるんじゃないですか。この努力を内閣の一員として地元で行うかどうか、ここではっきりとお答えいただきたい。平岡法務大臣。それが大臣の仕事だよ。野田内閣として、決めたことについては必要に応じ地元の皆さんに対してしっかりと説明をしてまいりたいというふうに思います。はい、ご覧。委員長、これは総理、法務大臣だけの問題じゃないんです。すべての閣僚が自分の地元に沖縄の負担を引き受ける覚悟があるかどうかということは問われている。あなたの地元も含めて今後内閣の構成員に沖縄の負担軽減への具体的な協力を内閣として求めていく5か国が終わりかどうかお尋ねしたい。野田佳彦内閣総理大臣。覚悟を持って臨んでいきたいと思います。河合君。委員長。